皆さんこんにちは、さくらです。転勤族の我が家は札幌での生活を楽しんでいます。日本は夏になってお祭りのシーズンになってきました。今回は北海道札幌市で行われた札幌祭りに行ってきました。毎年6月14日から16日まで行われます。中島公園にたくさんの露店が出ます。日本の夏の風物詩をぜひご覧ください。まずお祭りには着物の簡易版の浴衣で行く人が多いです。私の子供たちも娘には浴衣、息子にはジンベエを着せて行きました。やったー、お祭りだー。やったー、ジャンプして横向きジャンプだ。浴衣やジンベエはイオンなどの大型ショッピングセンターの子供服売り場に夏になると売っているので、日本のお土産に買っていくのもいいと思います。いろいろな種類の露店が出ています。焼きそば屋さん、お好み焼き屋さん、チョコバナナ屋さんなどの食べ物のお店や、おもちゃくじのお店や、射的や金魚すくいなどの伝統的なゲームのお店もあります。ベビーカステラ屋さんは大好きで、行くと毎回買います。スーパーボールすくいは、水で紙が破れないようにすくうのがかなり難しいので、コツがいります。他のお祭りではあまり見ることのできないお化け屋敷やマジックハウスなどもあります。とても人が多かったのですが、朝の10時から夜の9時まで露店は営業しているので、お散歩に見に行ってみるのも楽しいです。娘と息子はおもちゃくじをしてビーチボールと犬の風船をゲットできて、とても嬉しそうでした。日本のお祭りはだいたい7月前後に多くあるので、この期間に日本に訪れる際は、ぜひお祭りがやっていないかチェックしてみることをお勧めします。札幌周辺の遊びスポットを中心に動画を作成しています。チャンネル登録と高評価をお願いします。